今回はファミプラザ1階串カツ田中のお店をご紹介します。カデバリのメニューやお酒のポスターがとても賑やかで、いかにも居酒屋然とした佇まいの店内です。今回はランチメニューの中から定番の6種類が入った串カツ定食をいただきました。薄めでザクザクの衣にさらっとした甘辛ソースがよく絡んで、とても食べやすく美味しかったです。串カツ定番の豚ヒレや牛肉以外にもエビやチーズ、アスパラなどいろんな種類の串カツがあり、それぞれの違った味わいを楽しむことができます。串カツ田中のランチは開店の11時から15時までとなっています。皆さんもぜひ一度いらしてみてください。